どうもこんにちは。今回は奨学金のからくりについてのね補足動画になります。あんまりね奨学金のことについて深く考えたことがある人ってあまりいないと思うんですよ。で正論ではあるんですけども、借りたお金は返せ、これはね全く王道です。その通りだと思いますけども、奨学金に関してはちょっと違うんですよね。まさにね、借りたお金は返せという多くの人が当たり前と思っている先入観にものすごく巧妙につけ込んだ奨学金というね、これ格差を広げるためのからくりなんですよ。さあ、奨学金制度が昨今ものすごく話題になってきました。問題になってきました。ついに自殺者も出てくるような挙句になってきたわけなんですよ。本当にお金で苦しんだことがある人ってのは、この奨学金の返済に苦しめられる人の気持ちっていうのはね、なんか様々な捉え方あると思いますけども、お金に苦労した方っていうのは奨学金の返済でお亡くなりになる人の気持ちに寄り添うことができると思いますけども、なんだ月に 2,3 万の返済でなんで死んでしまうんだよって人は、いささかねお金に苦労したことがないハッピーな人なんじゃないかなと思います。それぞれの立場でそれぞれ思うことがあるんで、ここはね私があなたが間違ってるというところではありませんけども、自然に静かにね聞いていただければと思いますね。ここからまずね、今でも大学って新しく作られてるの皆さんご存知ですかね。少子高齢化が進んで、これから子供が減る、そして大学受験人口もどんどん減ってるのに、なんで大学が新しく作られるんでしょうね。これはですね、話せば長くなるんですけども、一部を抜粋すると、大学って国公立はそんなに数が増えてないんですよ。私立大学なんですよ。問題は地方に私立大学がどんどんできるのは、これはね実はね資産逃れなんですよね。で地方にいるお金持ちっていうのは、そのお金を相続によってなんとかね自分たちの子子孫孫に残そうとするのは人情だと思うんですよ。その際に大学を作るのが最もいい方法なんですよ。大学ってのはいろんなね税制措置など優遇措置がありますし、なんせね自分の作った大学が残るということで、子子孫孫にもね一つの権威になるわけですよね。でそこには利権も生じるわけですよ。まさに天下り先にも大学はなってるんですよ。官僚ですとか政治家さんが大学を設立するときに口を聞いてくれるともなると、その大学の理事とかに名を連ねることが将来できるわけなんですよ。でそこで国からの補助金をがっぽりいただくことと、あと補助金っていうのもねそんなにねバンバンと今大学の方につぎ込まれてないんですよ。それはどうやってそういった利権に対してのお金見返りを出すかっていうと、授業料の値上げなんですよね。そのために大学に行かないとこれからはね高卒じゃ仕事がなくなりますよっていうふうなことをずっと長い間喧伝してきたのが、今のマスコミをはじめとする広報なんですよね。受験戦争なんて言葉はね、私がね昭和40年代とか50年代に聞かれましたけども、これから大学に行かないと勝負にならないよっていう、そういったところから一億総中流が壊れてきたんですよ。で私も50になりますけども、ちょうどですね私が大学授業するときに2人に1人は進学できないっていうね数値上の事実があったわけですよ。18歳人口が180万人だか200万人だかっていうのは聞きましたけども、ここに浪人もかぶさってくるよ。浪人も1年目だけじゃなくて2年目とか3年目の浪人もいて、実はもっともっと大学受験のボリュームは大きいんだよってことを言われてね、やばいぞと、今を逃したらもう大学に行けなくなると、大学に行けなくなったら就職が危うくなるっていうふうに本当にそう思ってたんですよ。でも実際は大学に行ったらどうなるかっていうことなんですけども、大学に行ったところで就職は別に有利になりません。でそれはねもう今痛感しているところだと思いますけども、大学に行ったからといって私たちは専門知識を身につけるわけでもなくって、何か特別なスキルが身につくわけではないんですよ。でも闇雲に当時17歳ぐらいだった少年少女たちはね、大学に行けばなんとかなると思ったんですよ。そのために、親兄弟っていうのもね協力したわけですし、まさに私たちロスジェネ世代のお父さんお母さんっていうのはほとんど大学に行ってません。だから確かにこれから大学に行った方がいいなっていうのは感じるんですよ。というのが、大学に行かないお父さんお母さんの世代、今で言うと団塊の世代ですけどもね、今の70代とか場合によっては80代の方もいるかもしれませんけども、そういった世代の方っていうのは大体中卒とかよくて高卒で仕事に就いてるんですよ。そうなると その仕事の中で上司とか役員っていうのはみんな大卒なんですよ。当時の大卒ってのはみんなエリートの金持ちですからね。当然会社組織の中でもそういうふうな構図になってしまうんですけども、ただ大卒になったらああいうふうな上司になれるんだなと、ステップアップがすごく早いんだなって思い込むことになったわけですよ。その中で子供にせめて大学はぐらいやと思ったわけですよね。だから親の方としてもね、子供の特性とかで大学に行かせたわけでも何でもないんですよ。なんとなく大学に行かせればなんとかなると思ったんですよ。
その中でいわゆるエフラン大学っていうのも生まれてきたわけなんですけども、でもね、ここでちょっと話ずれますけども、エフラン大学だって別に学力以外にものすごくね有利な点っていうのはあるわけですよ。まさに大学っていうのは特定の自治がありますから、学業に重きを置かなくてもいいんですよ。で、部活がすごく優秀だとかね、地元の他の学校との関わりがすごく上手だとかね、よくね遊びの大学とかね、学びのなんか大学とかね、いろいろ分けられることがあると思いますけども、確かに大学の学力としてのランクは低いけども、でもここはものすごくね遊びとか人間関係に充実してるよねって大学があるわけですよ。あと合コンが得意な大学とかも当然ありますしね、まあ、そういうような形で大学っていうのは学力だけじゃなくて別にどこに伸ばすかっていうところとか、あとぶっちゃけね大学にただ通ったっていう人でもいいと思いますし、退学を中学しても退学しても全然いいわけなんですよ。それぞれの道を見つける、もしくは見つけられなかったって、全てがこれはね実績になるわけですからね。あとはそれをどのように使っていくか、もっと言うと採用した企業の方がその人をどう育てるかっていうふうな会社としてのね力量も問われてるわけなんですよ、まあ、そうなった時に大学にこう通ってね巨万の富を得る人もいればそうじゃない人もいる、これ一定の確率で起きるわけですよ。まさに、ちょっと話ずれましたね、ちょっと話戻しましょうか。まずはだから大学を作ることによって利権が得れるってことと、大学に生徒さんを行かせることによって、多額のね授業料を回収しようとする仕組み、そこにつけ込んだのが奨学金なんですよ。実は奨学金ってものはもともとはね学びたい人に資金の余裕を持たせるために、そして返済免除の制度もあったわけなんですよ。でもそういったものを徐々になくしていって、これは奨学金は儲かるぞと、大学に進学したいやつがいっぱい出てきたから、とにかくこいつらにお金を貸してしまえっていうふうにサブプライムローンみたいに根付いたわけなんですよ。だから結構悪質なんですよこれは。でそこにずっとね借りたお金は返さなくてはならないっていうふうな旧世代の価値観が結びついてるわけなんですよ。だからこの一言言われたら借りてる方も貸してる方も納得するでしょ。かなり巧妙で悪質だと思いますよ。こんな奨学金なんてね返さなくてもいいわけですよ。もう本当に踏み倒してもう堂々と歩いていいのがこの奨学金であり、そもそも奨学金なんて貸す方がおかしいんですよ。どんどん上げればいいんですよ。で優秀な生徒さんが一定の確率で生まれると、この国っていうのはその学力とか知識とか人脈によって強化されるわけなんですよね。そういったリターンがあるわけなんですよ。それはもう現金には変えられないリターンです。でも実際に今どうなってるかっていうと、奨学金の返済に自殺する人も出てくるわけですよ。死ぬくらいだったら返済なんてしなくていいよっていうふうに言えるのが育英じゃないかなと思うんですよ。要するに奨学金を貸してる方の立場としてはね、じゃあ奨学金返済しないんだったら死んでくださいって言えますかってことなんですよ。でも言わないと思うんですよね。ただそうやって亡くなっていく死んでいくことを見守っているっていうかね、見捨てているっていうのが現実なんじゃないかなと思うんですよね。確かにね奨学金を貸そうってのはうわふわ儲かってますよ。じゃあなんで奨学金を貸す方がね儲かって、奨学金を手にして進学を志した人がね途中で死ななければならないのかっていう、これもう完全に制度の破綻じゃないかなと思うんですよ。さあじゃあもうねいろいろとグダグダ言ったんでまとめますけども、巧妙なんですよ。進学をしなければやばいという、そういったマスコミが作り出した情報戦、そしてとにかく進学しなければ自分が格差に置いてかれるんじゃないかなっていう風なね焦り、そこにつけ込んでお金を貸すから進学しましょうっていう風なね奨学金という制度、しかも奨学金っていうのは貸すときはぬるぬる甘々、回収は厳しいわけなんですよ。で普通お金を貸すって逆でしょうと、貸すときに渋ってね、あなたはお金を貸しても大学に行ってもどうにもなりませんから貸しませんっていうふうに言ってくれれば何の問題も起きないわけですよ。それがなんか逆でですね、貸してしまえば回収は何とでもなるみたいな形でやったりとか、あとはねお金が回収できずに焦げついたところで痛くも痒くもないのがこの奨学金制度なんですよ。まあ、全ては国が補填してくれるからなんですよね。ということは奨学金を借りた人が全員踏み倒したところで、この奨学金の組織部隊っていうのは何の困ることもないんですよ。結局その奨学金の運営母体中間団体も天下り先になっているだけなんでね、もうひどい話だと思いますよ。で一億総中流っていう時代から今ね格差の拡大二極化なんて言われてるでしょ。だからまさにこの大学に進学をしなければならないっていうふうなその伝説みたいなものがね、この一億総中流をぶち壊して格差を拡大した要因の一つではないかなと思います。プラス消費税を廃止、奨学金にも消費税がなぜか入ってるという、ね、どういうことなんやと思いますけどもね。まあお金を返してや、お金を返すのは当たり前っていう理屈っていうのは国債をね返さなければならないみたいなおかしなロジックにも結びついていて、本当に強烈なプロパガンダだなと思いますね。まあいろんな意見があるの分かりますんで、私はそういうふうに思ってるってことです。まあそういうふうに思っていて、
違うかもしれないけれども、その通りに、こうやって発信させてもらったってことですよね、まあ違う考えがあるのも十分わかりますんで、違う考えは違う考えで大事にすればいいんじゃないですか。はい、お疲れ様です。